エレントニ・ホワイトはイングランドの女子サッカー選手である。ポジションはフォワード。イングランドのバッキンガムシャー・アイルズベリー出身。父がフットボールアカデミーを経営していたこともあり、8歳でサッカーを始める。1997年の8歳の時にアーセナル・ウィメン FC のアカデミーチームに入団して2005年まで在籍した。2005年にチェルシー FC ・ウィメンへ移籍し、 トップチーム選手として FA 女子プレミアリーグに出場するようになる。2008年にリーズカーネギー LFC に移籍し3年間プレーする。リーズ時代には2009の 2010FA 女子ナショナルリーグカップにおいてエバートン LFC との決勝戦で2得点を挙げてリーズを優勝に導いた。2010年からはフルスのアーセナル WFC にトップチームの 選手として復帰し、FA 女子、スーパーリーグでは2011年 FA 女子、スーパーリーグ2012年 FA 女子、スーパーリーグと2年連続優勝に貢献した。その後は、ノッツカウンティエル FC、バーミンガムシティエル FC へ席を移してプレーした。2019年シーズンからは、マンチェスターシティ WFC でプレーすることが発表されている。エレンは2010年に、 サッカーイングランド女子代表に選出され、同年3月25日の 2011FIFA フフ女子ワールドカップヨーロッパ予選の対オーストラリア戦にて途中、出場して代表デビューを飾り、その試合で初ゴールも挙げた。2011年にエレンはその年の 2011FIFA フフ女子ワールドカップドイツ大会にイングランド代表として出場し、グループリーグの日本戦でゴールを挙げる。 また FA による2011年度ファン、投票 MVP も獲得した。2012年、エレンはロンドンオリンピックで史上初めて結成されたサッカーイギリス女子代表メンバーにも選出され、オリンピック選手となった。ありがとうございます。